お仕事は終わりよ、終わり。準備して。今日は私とお出かけしよう。アイドルとのお忍びデート、嬉しいでしょ。車掌ってば、そんなに私をじろじろ見て、可愛さに見とれちゃった？ハートをワシワシキュッてされちゃった？せっかくのお忍びデートだもの、気合い入れてきてよかったわ。あんなにたくさん集まってどうしたのかしら。もしかして新手のライバル？そうだとしたらこうしてはいられないわ。見に行きましょう。わあ、ここすごくいいわね。とっても映える場所じゃない。こういうのは二人で撮らないと意味がないでしょ。せっかくムリーって貴重なカメラってのを借りてきたんだから、車掌も私と一緒に撮るの。アイドルとプライベートな写真を撮れる機会なんてめったにないのよ。おさらいのポーズをとって、にゃおーん！車掌、ライブじゃないからって手を抜いちゃダーメ。次は、ハートをワシワシキュッのポーズ。最後はこれで決まりよね。かわいいって言ってくれないと、コッパミジンコにしちゃうんだから。ちゃんってば、今日も罪作り級の可愛さでした。私、胸とお股がまだキュンキュンしています。からかわちゃん、今からお部屋でライブの感想を言い合いっこしませんか？はい、喜んで。私も語り足りないと思っていたところです。プリティーフタちゃん、ラブリーフタちゃん、 LOVA ロバロバフタちゃん、やーイズイズのハート、コッパミジンコにして。ひとっ飛びよ、車掌。ちょっといいかしら。昨日の私のライブのことなんだけど。もちろんよ。会いに来てくれたファンには一人残らず笑顔になって家に帰ってもらう。アイドルとして当たり前の心がけね。そうそう、新曲のお披露目もあったのよ。歌も踊りもパーフェクト。まさに神曲って感じだったわ。ただね、招待したはずの誰かさんが来なかったのよ。ビップ席用意してあげてたのに。はあ、もう仕事と私どっちが大事なの？なんて野暮なことは聞かないわ。私だってライブと車掌どっちが大事なんだとか詰められても困っちゃうし。そもそもそんなの最初から私に決まってるものね。もう、違うわよ。ライブは生もの。どうしても来れない事情があったのは仕方ないわ。でも根本的な問題が解決してないのよね。だから今日は改めて車掌と話さなくちゃと思ってきたの。というわけで、これを見てちょうだい。じゃーん！この休日のアイドルお忍びスタイル！ああ、もう私ってば、かわいい！
そこは当然ね。可愛さがダダ漏れになっちゃうのは仕方ないことだわ。なんだって、世界に羽ばたくアイドル、ふたまた、だし。そう、それよ。今の車掌に圧倒的に足りないもの、なんだと思う？はぁ、全然ダメね。何も分かってないわ。私がきっちり教えてあげるしかないよね。出かけるわよ、車掌。私が行くって言ったら行くの。ほら、もたもたしてる場合じゃないわよ。決まってるでしょ？車掌に足りないものを補いに行くの。それはね、推し活。ちょっと聞こえなかったの？推し活よ、推し活。さあ、ひとっ飛びするわよ、車掌。今日は一日、私の推し活に付き合ってもらうわ。異論なんて認めないんだから。もちろん、逃げ出そうなんて考えないことね。ふふん。そうね。あ、あそこ！まずはあそこにしましょう。美術館で錦の伝統工芸品展を見て、新しくできたアイスクリーム屋さんにも行きたいの。さあ、次よ次。はい、車掌。あーんして。どう？おいしい？車掌、楽しんでくれてる？そうね。そろそろ本当のことを白状すると。で、あら？まずいわ。雑誌の記者よ。しかも悪名高い週刊誌、文春！私の熱愛スクープを狙ってるんだわ。逃げるわよ、車掌！
可愛さって隠せないものね。でもやっぱりアイドルとして熱愛スクープはまずいわ。しかもああいうのってあることないこと書かれちゃったりするし、それで炎上でもしたら致命的だもの。でもね、車掌となら私は別にいいかなとも思ってるんだけど。ダメよダメ、しっかりしなさい二股。いつも応援してくれてるファンをこんな形で裏切るわけにはいかないわ。発表するなら叱るべき時にきちんと。それも私の口から直接ファンのみんなに伝えたいし。というわけで、ごめんなさい社長。私たちのこの関係はもう少し世間には秘密にしましょう。それもそうね。もっと早く気がついてよね、社長。でも、また見つかってもいろいろと面倒そうね。今日のところは、そろそろ帰りましょう。ねえ、社長。今日は楽しかった？少しは元気になった？私も楽しかったわ。いろんな発見も刺激もあったし、次のライブも最高にいいステージにできそう。ないわよ。最初に言ったでしょ、今日のは推し活だって。もしかして、まだ気づいてないの？言っておくけど、別にライブでコールしたりペンライト振ったりするだけが推し活ってわけじゃないのよ。自分の推しを応援したくて、力になりたくて何かをする、楽しませる、喜ばせる、そのためにいろいろ考える、そういうのは全部その人にとっては推し活なのよ。ここのところ車掌はずっと忙しそうだったし、任務続きのせいか笑顔がなくなってたから、ファンにとってはアイドルの私は推しだけど、私にとってはファンが推しなのよ。だから笑顔じゃない人がいるとアイドルとしては気になっちゃうし、 もちろんあれよ、本当は社長一人だけじゃなくてちゃんと世界中の私のファンを笑顔にしてあげなきゃいけないんだけど、でも車掌が笑ってないと個人的にはすっごい気になるし、とにかくたまには車掌もちゃんと息抜きしなさいよね。いいこと？私っていう推しをファンのあんたに特別に応援させてあげたんだからね。ね、今日は最高の推し活ができたでしょ？そうでしょ？ふふ、やっぱり車掌に足りないものは推し活だったわね。しょうがないわね。もちろん、いいに決まってるじゃない。一曲どころかアンコールまで聴かせてあげるわ。もちろん特等席よ。その代わり気合い入れてコールしなさいよね。手を抜いたりしたらコッパみじんこにしちゃうんだから。それじゃあ行こう。